兄貴。ああ、すみません、本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。あんたら、夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わねえやつは見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのなあ、そんなの金払わねえやつらがあることないこと言ってるだけで。うわっ、金は払えないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ！すみません、もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。
おい、何やってんよ、おら。お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むか、ボケ。何もんや、お前。見とったで、キリュウちゃん。兄貴、キリュウって、あの…そうや、道島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ、お前、組立ち上げるって話やないかい。そや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それより、このアホ、どないしようか。すんません、まさか桐生さんとは。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。ほら、ほら、えら。ああ、なんや。その辺で。お前のためにやっとんのやろうが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったら、これくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。へい。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レイナ、ユミは今買い出し行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いねえ。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またお前に先越されちまったか。なあ、錦、お前、妹はどうなんだ。来月、もう一度手術だ。多分、次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメなら、もう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。